小倉碑文小倉碑文は、宮本武蔵の養子、宮本伊織が武蔵の母提を弔うために、女王を3年に、武前国小倉藩田向け山山頂に建立した自然石に刻まれた、賢章碑文。通称、小倉碑。賢章碑は、現在の福岡県北九州市小倉北区赤坂、モジクとの境にある、田向け山の山頂にある。 石碑は高さ4.5メートルの自然の巨石で、長部に、武蔵の遺言として、天青組のある円満病法制拠不税中二文字の大文字、その下いっぱいに、漢文で1104文字の検証文が刻まれている。武州伝来記、兵法戦士伝記、武光伝、二天気など武蔵の伝記に記された岩流島の血統、吉岡はじめえもんとの血統をはじめとする武蔵の主要な伝承は、 この小倉秘分を源としており、五輪書と共に、武蔵を知る、基本的資料となっている。上皇3年4月19日、武蔵の養子である、武前国小倉藩筆頭家老、宮本陽理帝子が、父、武蔵を弔い、その自責を検証するために混流した。宮本家遺書書によれば、田向さんは、墓地として、小笠原忠実より配慮したものである。 武蔵が、日後国熊本藩の客分の身分のまま、千葉城の自邸で死去して9年目のことであった。以来350年間、ずっと、無前有数の名所として全国に知られ、歌川広重の諸国名所百景にも、宮本坊として、旅人の見物する様子が描かれている。円形には、岩流塔も見えている。小倉碑文は、江戸時代より、諸書にその全文が掲載され、 あるいは部分引用がなされているが、古い資料に見られる重要な誤りがそのまま、孫引きされていることも多く見られるので注意を要する。特に、2点記載文には重要な誤りが2箇所ある。武蔵の改名春山千文最初に、小倉碑文を写して、全文公開したのはおそらく、本庁文芸商伝であろう。しかし確認するとそこには、春山千文の文字はない。 その次に古いのが、武州伝来期でこれにもない。春山千文節の源は、日後の武光伝であった。二天期がそれを原点として引き継いだので、全国に広まったようである。二天期では、武蔵の葬儀で印導を渡したのも、春山となっているが、武蔵の葬儀を支配した熊本藩が郎、長岡剣持と、宮本よりの往復書簡によれば、葬儀を取り仕切ったのは、 大正院会散大淵予唱である。大正寺二世の春山と武蔵の交流を示す資料はなく、宮本家にも春山に専文を依頼した伝承はない。二天気を移したものにはもう一つ、特徴的な誤りも移しているのですぐに判定できる。それは、非文冒頭大文字理国の改名が、新面武蔵藤原原神に天トラク故事となっている。原文は、に天で、 藤原も、道楽もないのである。二点と、楽の小字名は、福田正秀の研究で、武蔵が事実使用していたことが分かっている。二点は、肥後入国時から使用していたのが、自筆書上で証明されるので、その以前小倉時代から使用していたと考えられるが、二点と、楽は、肥後熊本のみで使用したものである。繊細で焼けて、今は、写真でしか見ることができないが、 熊本の大岩寺旧造の武蔵の遺灰は、新面武蔵、像、藤原原神二点と、落先生の神にとなっている。このことを紹介しているのが、武光殿である。このことから、この遺灰を見た、豊田聖郷が、碑文の写しに書き加えたものと判断される。福田正秀、宮本武蔵研究論文集、資料編、ピアニッシモ、206から207より、読み下しのみ引用。 ありがとうございます。